こんばんは。珍しくない？なんかちゃんとした服でさ、ちゃんとさ化粧してんの珍しくない？アイドルとしてどうなのって感じだけど、珍しくないですか？見て、まつげ、まつげがバッサーでしょ。まつげがバッサーなんだよね。こんばんは。え、そうなの、配信も予約してるんだよね。嫁じゃない。嫁じゃない。配信もさ予約してるの。まつげめっちゃいい感じじゃない？めっちゃ綺麗じゃない？なんかすごく漏れてるって言ってた。だからちゃんとした服にちゃんとした化粧してるからなんだよ。そういうことなんだよ。そういうことなの。ちゃんとしたら意外と可愛いの。ごめんなさいね。ちゃんとしてるの今日は。ありがとうみんな。でなんでこんなテンション高いかっていうと、ネリキャン、なんか私がハマってた時はネリキャンランドだった気がするんだけど、ワールドになってた。ネリキャンワールド買ったから。ネリキャンワールド買ったからなんですよ。300円ぐらいしたよ。高いね。高い。ほら、ありがとう。もう今すぐにでもやりたいぐらいなんだけどさ、もうめっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。私服っていうかプレゼントでもらったの。イエーイ、ありがとう。ね、お金持ちだよね、こんなん買っちゃうなんて。めっちゃ嬉しいの。ネリキャンワールド、みんなやったことある？なんかチーク菓子ってなんか美味しさってさ、あんまさ、美味しさってあんま重視されてないじゃん。でもこれはもうチューイングキャンディーだから美味しいの。これやばいよね。これやばいんだよ。これやばいの。これやばいやつ。やばいやつです。あと今日チークが濃いかも。チークがめっちゃ濃い。こんばんは。長っ。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、よっ。横画面が難しいんですよね。開かないになっちゃった。開かなくなっちゃった。フォローありがとう。だからもう
今日はネルキャンランドの日、あ、ネルキャンワールド、ネルキャンワールドの回、イエーイ、イエーイ、イエーイ、こんばんは、イエーイ、嬉しいね、嬉しいね、楽しいね、こんばんは。こんばんは。めっちゃそう楽しみで仕方ない。あ、買う？いいよ、買ってきて買ってきていいよ。みんなで作るネルキャンワールド、あ、別にみんなで作るネルキャンワールド。サーターもそういうチーク菓子作れる年齢だった。そう、やっとね、やっとなった、やっとなったよ、チーク菓子作れる年齢に。これ対象年齢いくつだろうね。確かなって、小さなお子様では作り方が難しいので保護者の方が手伝ってあげてくださいって。ママーママーママ手伝ってー、ママー。でも難しさ2だって、そんな難しくないんだね。私一番これが難しいと思ってました。モスマスター、マスター思ってました。型4種類とひらめきシートが3種類だって。こういうのは選んどくんだよね、こういうの選んどくんだよね。最高レベル5だよ。いや、私チーク菓子で一番これが難しいと思ってました。簡単になったのかな、もしかしたら改良されたのかな、わかんないけど。こんばんは。見て、型が4種類シートが3種類。さあさあさあ選びましょう、こういうのはね。なんか戦ってるやつとリスと音楽のやつと犬と猫と車と東京タワーと家みたいなやつと海のやつ、あ、ファンタジー、ファンタジー、ミュージカル、シティシーって感じ。テレマカシーで、シートが海と、なんか海と道路と川と橋みたいなやつと映画館のやつとなんかイラストみたいな絵の具みたいなあるやつ。さあ開けていきましょう。くま、ありがとう。あ、待って、違う、選ばないといけないんだ。最初にね、選んでいこう。シートは映画館がいいです。シート映画館のファンタジーがいいな。ファンタジー、なんか戦ってる剣とかユニコーンとかいるやつと映画のシートがいい。開けます。うわ、まあまあまあ、まあ、シートなんてね、別にシートなんて関係ないから、シートなんて関係ないからさ、やっぱりシートなんてね関係ないよ。でもこれがなんか一番メインみたいな書いてあるから、メインだから、メインだからね。そうだよね。ハサミがない、ハサミない、ハサミ持ってきます。ハサミ持ってきました。ハサミ、ハサミ、ハサミ、大事なのは型だからね。で、あ、待って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 、このシートでって考えたらファンタジーじゃない。
やっぱ東京タワーのやつがいいね。東京タワーと犬と猫とのやつがいいです。変更、変更しちゃった。あんた、あんなにファンタジーうるさ、言ってない、そんなに言ってないですよそんなに言ってないですよ。さあ、もうなんかファンタジーだね。ファンタジーすぎた。もうなんか世界線が違うかも。ファンタジーだった。めっちゃファンタジーだったえ、ほら見て、ドラゴンでしょ、剣でしょ、これなんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、これユニコーン、これなんだっけ、コウモリだ、コウモリ、ファンタジー、喧嘩してるよね、なんかファンタジーとさ喧嘩してるよね、これもう大大喧嘩めちゃくちゃ現実的なところにファンタジーっていう、まあまあそういう時もある。結構あの選んできたんだけどな、結構さ置いて陳列されててさ、あの最初一番前の撮ったんだけど、いやこれはもう一つ後ろのやつの方がいいと思って選んでみたんだけどなあれでーあれでーランダムなの、これランダムなのよ。ランダムだから選べない、箱だから手触りわかんないわかんないにょ、わかんないにょ。最近めちゃくちゃ癖なんですよ。あ、189日ありがとうございます。わかんないにょって言っちゃう。でもよく考えたら確かにこれさ、型はさ5種類5分の1でさ、シート3分の1なの。これ5分の1引いたの結構すごくない？どう？どうなの？ほらありがとう。どうなんだい？どっちなんだい？ありがとう。21日来る方いますか？もう本当になんか最近公演がなくて、なんかやっぱ物足りないですよね、人生において公演がないと物足りないなって思います。物足りないよね、何か皆さんもそうじゃない？公演行かないとなんか物足りなくない？一日わかるわかる、めっちゃわかる。あ、23日ももう分かるんだ。23日生きがい、ありがとう。あ、こっちか、ありがとうもう本当に公演がないとなんか1週間が終わらないっていうか、なんか違う。だからよく
その加入してからの制服の目が始まるまで、ああ、アイラブユーありがとう。制服の目が始まるまでっていうか、アンダーエルまで、よくなんか暇じゃなかったなって思う。ネリキャンランド、ワールドだった。何回言うんだよ。何回言うんだよこれ。よし、よーし、作っていくよ。作っていくよ。な、何から作るのこれ。これな、あれ、あと、これな、何するの最初。なんか説明書とかないんですけど、これ自分で勝手に作るのかな、型につけて。なんか説明書全くなくて、え、これなんかこの余ったやつでこんなん作れるよみたいなのあるけど、詳しい作り方は中に書いてあるよ。え、書いてない。ないかな、ちょっと待って。え、あ、これ中じゃないじゃんね、これ外に書いてあるんじゃね。え、ないよ。え、何も書いてないんだけど、どうしようこれ。難しいよこれ。型に入れて作っていけばいいのかな。こんばんは。レベル2なんだよこれ、びっくりなことに。とてもしなやかなダンスでおしまいします、ありがとうございます。てらららら、てらら、じゃららら、じゃんじゃんじゃん。でもすごい、色を混ぜたらこうなるようだ。ちょっと待ってよ、こんなんできないよ。こんなんできないよ、待ってよ。なんか急にさ、遊園地入ってさ、スタッフさんが誰もいなくてさ、あの乗り方もわかんないみたいな状態今。できないよこんなの。聞いてよ、これが300円だよ。300円だから説明書つけてほしいよ。どうしよう、型に入れるね。じゃあこれちょっと面白くない、これ戦っちゃってる感じのやつ。難しいよ。でも型にはめないでもいいんだって、型使わないでもいいんだって。これをひげとか目にしてねってことね。これでドーナツ作れるよだって。待ってちょっと待ってよ、これはちょっと待ってよ。これはさ、どうする、コウモリ作ろう。とりあえずコウモリ簡単そうじゃない、黒あるし。コウモリ作ってきます。いやでもさ、画面的にさ、コウモリってあんま良くない。もっと可愛いの作ろうって話で、紫のコウモリにするか。紫は赤と青を混ぜます。赤と水色を混ぜます。赤なんてないです。え、ちょっと待って、赤なんてないんですけど。え、ああ、赤なんてないんだけど、赤なんてないよ、赤なんてないんだけど。これ赤かな、ピンクじゃないこれ。赤なんてないよ、まあ、こういうのはもう17歳だから自分で考えてやるの。ということでピンクと水色を混ぜていきます。難しいよ、こんな難しいと思わなかった。なんか
成長した？成長じゃない、改善した？これなんか昔もっとなんか簡単だった気がするんですよね。そんななんか困ってなかった。普通に作って食べてたもん。小さい子にしか見えないのかな、チーク菓子とか説明書。大人がそんななんか、え、すごい、ギコギコってことですね。紫作ります。すごい、切れた切れた、すごい、切れ味良すぎる、これ切れ味良すぎ。何回言うの確かに粘土ベラっぽい。あ、ちゃんと手洗いましたよ。練っていきます。めっちゃシュールじゃない練ったら、あ、手洗いましたよ、ちゃんと。ちゃんと手洗ったよ。いい匂いする、食べたい。すでにいい匂い。できるかな。あー、練り消しっぽい、ね、あ、めっちゃ練り消しです、これ。練り消しでした。練り消しじゃないけど、別に練り消しでしたね。コウモリを作ります。ユニコーンの羽って紫かな。あ、ちょっとピンクすぎ。あ、でもめっちゃ紫じゃない。じゃない、めっちゃ練り消しです。あ、ちなみにこれ作るときは冷蔵庫に入れといた方がいいらしいです。私もさっき、ま、あの気持ち冷蔵庫に入れました。え、すごい、紫できた。ということで、これをコウモリちゃんの型に入れますね。入れますね。ここに入れればいいんですね。え、難しいんだけど。え、なんでこんな難しいんだろう。で、ラベンダーっぽいおしゃんじゃない、ちょっとちょっとおしゃんなんじゃないの。おしゃんなんじゃない20時までに終わるって。あ、22か、終わんないよ明日の朝までやってる可能性あるよ、これやってる可能性ある。え、そういえばみやびちゃんとブルーロック見に行けることになりました。イエーイ、みやびちゃんやったねー。あー、ごめんなさい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 。あ、ちなみに美術はめちゃくちゃ成績悪かったです。何をやってももうダメだった。3だった。3、美術3の実力です。もうね、美術だけはなんか勉強とかじゃないじゃん、美術って。ひらめきじゃん。あ、ちょっといいこと言っちゃったんですけど、ひらめきすぎてなんかちょっとダメだった。美術は3でしたね。でも仕方ないよね、なんか3。美術ってどうやって、だってさ、どうする、もうセンスがない人からすると美術はもうなんか何が評価基準なのかもわからないんですよ。もうなんか何だったんだろう、美術ってえ、美術って何だった、結局美術って何なの。美術とは情熱大陸。まだ始まっちゃうね。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。いいよ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 、できてるよ。そう、みやびちゃんと映画に行けることになりました。みやびちゃんママありがとう。あ、そうなの。え、全然ダメだった美術。
サルちゃんダンスは幼稚園の頃だけです。できたコウモリコウモリ、え、かわいい、コウモリできた。で、ここにここのこの目にですね、くっつけるんですよ、これを、この黒いやつ、黒いやつをくっつけるわけですよ。選んでね。上手だよね。結構上手。いい感じ。これかな、選んで。選べないんだけど、何これ。何これ。何これ。あ、来た。この目を入れていくわけですよ。制服が目を出すよ。タララララ。え、すごい。待って、すごい。コメント欄めっちゃ優しいって。え、本当じゃないの？本当に本当のこと言ってるだけじゃないの、みんな。え、すごい。完成。コウモリ完成。紫と黒って可愛いね。結構可愛い。いい匂い。いい匂いする。はい、次。紫使いたいんだけどね。こんなに余ってるんだよね。まあ、先にやろう。やってこう。ペンギン行きましょう。ペンギンは、え、これ顔のところだけ水色にするとかいけるかな。そんなのやめとこう。そんな挑戦すんのやめとこう。やめとこうか。水色だけにしよう。挑戦すんのはやめとこう。なんかね、ダメだよね。そうやってね、なんかこうよりいいものを求めるとダメですから、人間。ペンギン作ります。え、すごい、本当に切れ味良すぎて、これ。ほら、こんなになんかあるよね。あるよね、こういうやつ。何？何？なんだ？え、待って、ロボットかな。ロボットって何色？グレーにすればいいか。すごい。すごいんだけど。あ、サラ鈴木？サラ鈴木？あ、確かにハイチュウっぽい。これもう入れていくだけなんですよ、これ。なんか特になんか。見せるものも ないレベルに、なんかもう入れてくだけ、それだけ。え、なんかもうちょっと面白そうなやつあったんですけど、ちょっと欲に負けてこっち買っちゃった。やっぱ懐かしさには勝てない。痛い、逆だった。こんばんは。ダララ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 ラダンダンダンララ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 ラ。上手に肩に入れとくことができて、すごい天才かわいいぞ。イエーイ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 。
まあそんな美術さんの天才が今頑張ってますから、皆さん応援してください。美術さんの目が今やっと芽吹いたところです。まだまだ未熟な私たちですが、これから一生懸命努力して、いつか大きくて綺麗な花を咲かせたいと思います。 SK48 研究生制服の目公演、続いてが最後の曲です。聴いてください、水のないプール。チャララン、チャララ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 。こんばんは。え、懐かしい、これ懐かしいよ。これはもう懐かしい。でももうちょっと簡単だった、私の懐かしいネリキャンランド。まあ、ワールドになったらそれ難しいよね。できた。え、すごくない？なんか結構すごくない？はい、取り出します。これ取り出すのが難しい。あ、できた。なんかちょっと顔が、お顔がなんかちょっとあれだけど、じゃーん、イエーイ。え、可愛くない？あ、ちょ、うるさいうるさいうるさい。かわいい、見て、水色ロボット。あ、名前決まりました、水色ロボットです。かわいい。え、これも目入れるかな？入れないか。ロボットに黒い目っていらないか。いる？いらないよね。いる？入れる？入れる？目入れないか。あ、いろいろ丸いやつあるよ。緑とか、あ、緑とかそれっぽいんじゃない？赤い？赤？ピンクならある。ピンクにするか。え、ピンクと緑どっちがいいと思いますか？ピンクか緑かな。オレンジ、オレンジも近いか。ピンク、緑、オレンジ、どれかな、どれかな。オレンジか。ピンク入れます。タタラララタタタタタラララタラララタラララララ。次の夏くらいまで水蓮を待てよ。あれ、次の夏車でどっか行くのかと思ってたんですよ。そしたら違いました。あ、テレマカシなんかいいのこれいいか、かわいいよね。いいか、かわいい。よし、ロボット完成。これ地道、めっちゃ地道なんですけど、腰痛くなってきたよ地道に。次、待って、ロボットじゃなかったじゃん。水色使うの、ペンギン作ろうって言ってたのに、なんで誰も教えてくれないんですかロボットグレーにするって言ってたじゃないですか。みんななんで何も言ってくれないんですかみんななんで何も言ってくれなかったの？ロボットをさ、銀にするって話だったじゃんえ？なんか当たり前のように。お化け作ります。白です。お化けは白です。あ、確かにペンギンってグレーか。確かにペンギンってグレーでもいいのか。ギコギコはしませんしません。お化け入れときます。自由に飲みなさい
固定概念にとらわれない。あ、そうだよね。だって確かにそれはいいことだ。そうだよね、それが正解だよね。なんかそうだよねそうだよね、確かにとらわれちゃダメだよね。型にはめてるのにさ、型にはまらないように育てるっていう、なんかこれがチーク菓子なんだね。型にはまらないようにしようねっていう教えを解くためにわざわざ型にはめさせるみたいな。おおおお、そういうことなんだ。そういうことだよね多分。でもだってわざわざだって型にはめさせちゃいけないもんね。でもそこの違いをちゃんとね考えさせるっていうのがこれの本来のこのあれなんだろうね納得だ。そういうことか。あれ見始めました、ドラマ。ドラマの名前覚えないんですよね私。一日経つと記憶消えちゃうお医者さんみたいな、見始めました。さあ肩から取り出します。お化けです。じゃん。お、こう目入れてからのがいいか。お化けは目は黒ですか。黒か、さすがに黒か。黒だよね。それがお医者さんが成り立っちゃうんですよね。でもなんか素晴らしいよねあれ、めっちゃいいよ。見てる？いいよね。なんかてか演技がお上手すぎて感情移入できる。来た来た、これはい。お化け、お化けです。ちょっと白だから分かりづらいかも。でもお化け、結構かわいいよこれ。結構かわいいよほら。お化け完成。よし次行こうよし次行こうか。次ね、ペンギングレー作ろう。グレーのペンギン作ります。白、白多めに取り、あ、これ色の配分を覚えさせてる、もしかして。これ色の配分を覚えさせるみたいなさ、そういうやつなのかな。何色と何色で何色が作れてみたいな、そういうやつを覚えさせるのかな。それと型にはまらないってやつかな。そういうことか。深いな。ネリキャンランドって深いな。あ、ワールドかうるさうるさすぎる今日。今日うるさいね。練っていきます。練っていくよ。これ味違う？なんか匂い違う。味違うのかなこれ。あ、味違いました。ブルーハワイ味、グレープ味、黄色がグレープ味だって。赤が、あ、ピンク、赤がリンゴ味、白がピーチ、黒がソーダだって。ってことはピーチソーダ味です。今 Now美味しい。食べてないからまだ食べてないよまだ食べてないわ。水色がブルーハワイだって。もうちょっと濃い方がいいよね。なんかちょっと消しゴムのカスをさ丸めてさ、ね、練り消しにしてたさ隣の席の子を思い出す
思い出すわ。ねね、わかる。違うんだよ、ネリケンランドのすごいところは美味しいんだよ。普通にチューイングキャンディーだからさ、美味しいんだよね。待って、練り消し感すごくない？これ練り消しじゃないもんこれ俺サータの隣になったことないよ。知ってるわ知ってるわ。めっちゃ練り消しなんだけど。こんばんは。え、嘘、これ食べるのって感じ。うん、美味しそうで仕方ないけどね。あ、サラが練ってるからってこと練ってるやつをってちゃんと手洗ったもん。こんばんは。いや、全然美味しそうな匂いはしてるんだよね。はい、詰めていきます。みなさんありがとうございます。本当に嬉しいです。みんながクッキングママやってくれる時代が来たなんて、私は嬉しいです。とてもペンギン、ペンギン、砂砂かなこれ砂、砂みたいな、できました。砂ペンギン、名前砂ペンギンです。ポーズが可愛くない？ペンギンできました。これも麺入れましょう。なんか麺を入れると一気になんか命が宿った感じがします。あ、家庭科で習いました。なんかなんだっけ、ちっちゃい頃は全てに命があると考えちゃうんですよ。それをアニミズムと言います。それです、今アニミズムです。できました、ペンギン完成。45分も経って45分も経ってこんなさ4個しかできてないのちょっとびっくりなんだけど、スピードアップしていきます。黄色使ってない、黄色ドラゴンかな。でもドラゴンってオレンジだよね。そういう時はピンクと黄色を混ぜればいいんだよね。なるほどね、なるほどね。黄色多め、黄色多めの、あ、いい匂いする。あ、ぶどうの匂いする。美味しそう。ぶどうですわ。そうですよね、ブドウですもんね。もうこれなんか練る必要なくないなんか食べればよくない、もう最初から食べればよかったよね。もう食べればよかったね。嘘、緑のイメージ、嘘、オレンジにしちゃった。やばば、やばばば。なんて言ってんだろう、テレマカシー、なんて言ってんだろう、テレマカシー。え、普通に食べればよかった。
ハロー、テレマガシーン。オレンジかなと思ったんだけど、みんなどっちなんだろう。ピンクと黄色の割にはなんか、え、これどっちが多いんだろう、どっちの割合が多いからさ、なんかちょっとピンクっぽいんだろう。あ、ピンクが多いのか。あ、そういうことか。ピンクっぽいオレンジはもうそれピンクが多いんだよね。オレンジできました。でもなんかちょっとなんかオレンジっぽくないっていうかさ、なんかピンクっぽくない？もうちょっと黄色足す？いや、でもいいか。いいか。ドラゴン。分量完璧かも。完璧かもしれない。余らない。ぴったりだよ。量が。今日って何？ドラマ今日なんかありますか？ドラマなんかずっと携帯でドラマ見てたんですけど、やっぱテレビで見ると違うなと思った。テレビで見た方がいいなって思った。まあそりゃそうだよね、そりゃそうなんだけど。LINE 帰ってきた。なんかいっぱいいっぱい、わあ、いっぱいいっぱい LINE 返ってくる。嬉しい、一気に LINE 返ってきてる、嬉しい。ということでドラゴン、ドラゴン、ドラゴンできたよ。え、結構いい感じじゃない？ドラゴン、これはさ目いらないよね。なんか目入れる形じゃない、丸っぽいから。ドラゴンできた。はあ、はあ、もうね疲れちゃったね、疲れちゃった。もう型もなんか作りたいのなくなってきちゃった。ちょ、混ぜないで簡単なの作ってこう。剣を黄色で作ります。剣って黒かな。あ、ピンクがない。あ、ドラゴンが吐いた火を作ります。ピンクで。疲れるねこれ。これ疲れるよこれ。思ったより疲れるよこれ。しかも今日ちゃんとお仕事して帰ってきた後だからね、疲れるよこれ。疲れるやつ。黒にするか。じゃあ刀強いって、黒強いの作りたいよね。配信しながらだと疲れるよね。いや、配信しながら以外でね、チークが作ってたら変な人なんですよ。普通に、普通にね、変な人なんだよね。だから、そうね。そう、今日はお買い物も行って結構偉かった日。今日はブリです。なんかしょっちゅうブリ食べてるんだけど、ブリってなんかそんな高くないしいいんだよね、美味しいから。魚簡単、焼くだけだからね。当たり前か、魚簡単。
でもあんまお家で生魚食べないから、やっぱ生魚食べたいな。なんかさ、お刺身とか買いたいけどさ、保存がさ、できないじゃん、お刺身って。サラちゃんいい感じに変な人で、え、いい感じならいっかみたいな無理。え、そう、ブリいいよね。照り焼き、照り焼き、照り焼きです。面白いこと言っていいですか面白いこと言っていいですか。いい、今面白いこと言っていいですか。これ、ネリギャンワールドね。で、今日私ブリ食べたんですよ。でさ、今からさ、このネリキャンワールド食べるわけ。そしたらさ、もう胃の中がさ、ブリキャンワールドだよねこんばんはブリキャンワールドになるわ、今から。胃ができた、炎できた。あれ、失敗した失敗したわ。ちょっとすいません、もう一回やり直しますね。失敗しました。結構面白かったと思うんだけどな。ちょっと面白かったと思ったんだけど、胃の中がね、胃の中をワールドと例えてるところがまずファンタジー、ファンタジーだからね。なんかすいませんね、なんか滑ったみたいになってますけど、滑ってないですけど、失敗しちゃったよ。なんかまあいっか。炎できました。これをこの子にすれば、ほら、もうそういうことだよ。よし、次次次次、もうこれめっちゃ簡単そう。これいこう、これめっちゃ簡単そう。黄色全使いしますね。もうめっちゃ簡単そうじゃん。ぴったり、ぴったり、ママより上手かも。そう、みやびちゃんと行けるから楽しみ。みやびちゃんはちなみにキャラメル派って言ってます。素晴らしい、素晴らしいです。できた子です、あの子は。ポップコーンキャラメル派なんてもうできた子でしょ。よし、ぴったりだし、本当に。じゃーん、戦ってるよ戦ってるよ。何これ、戦ってる、何、何これなんか戦ってますね、これ。めっちゃ簡単だったわ今これ。あとなんだろう、ユニコーンかな。ユニコーン、なんか作ってない、色ないかな。薄ピンクにします。ユニコーン、いや多分戦ってるんだよね。戦ってハンバーガーのチーク菓子作った。美味しいですか、あれ。あれ美味しいのかな。こんばんは、ありがとう。そういえば髪めっちゃ伸びたんですよ。髪すごい伸びて、今日、昨日今日ですごい伸びてる感じ実感しました。結構伸びてる。
なんかこう片方耳にかけちゃうとあんま分かんないんですけど、なんかわかる？ほら結構伸びてない？もうこれ横から見るとわかるよね。結構伸びてる。昨日今日でなんかなんとなく伸びた感じした。ほら横から見るとさ結構伸びてるのわかるよね。あと3週間ちょい、結構伸びると思う。肩くらいになるかな。いい感じ、いい感じだよ。伸ばします。マネージャーさんに止められるくらいまでは伸ばします。こんばんは。なんかこのぐらいだとボブ、ボブなんですけど、ボブなんですよ。え、うん？うん？なんだ？何言ってんだ？え、なんかめっちゃいい匂いする。ピーチみたいな。リンゴかこれ。ごめんなさい。リンゴですこれ。リンゴでした。白がピーチか？あ、そう。リンゴピーチって感じです。ロングヘアは止められちゃうから多分。多分やめろって言われるので。いい感じにね、いい感じにミディアムと僕の間ぐらいには行きたい所存です。こんばんは。明日は楽しみなことがあるんですよ。めっちゃ楽しみ、楽しみなんですよ。明日はワクワクデーです。なんか学校はめんどくさいけど、なんかまああと1年だしみたいなね。こんばんは。ユニコーン、めっちゃ可愛いんですけど、色がいい感じだね。可愛い。ほらめっちゃ可愛くない？可愛いんですけど。ユニコーン、ユニコーンが大好きのユニコーンですね。ユニコーンです。よし、あとちょっと、あとちょっとだ。え、待って、本当にあとちょっと。あ、終わる。別に終わりたいわけじゃないですよ。違いますよ、違いますよ。え、どうしよう、これ何作ろう。あとピンクと水色と白と黒とちょっとの紫。緑がないけど、黄色使っちゃった。薄水色使おう。でも作る方がないんですよ。だから自力で何かを作り出さないといけないんですけど、どうしようかな。あ、いいや。え、アザラシ作るか。じゃあアザラシ作ります。薄水色で。自力で。だってアザラシの顔わかんない。アザラシってどんな顔、どんな顔だ。モンガ作ればよかったね。確かに白混ぜちゃったな。でもモンガカラーがめっちゃかわいい。どうしよう、どうしようかな。え、どうしよう。アザラシの顔わかんないや。
自分の顔わかんないじゃないですか自分の顔わからないからさ、ちょとりあえず丸めますね。丸めて、美味しそうじゃない、普通に普通になんか美味しそうなやつできました。どうしよう、あ、剣作ってない、まあこれでいいか、これでいいか、はい完成一個完成で、剣を黒ですね、黒で剣作ります。もうこういうものだよね、なんかチーク菓子ってなんか考えちゃいけないよね、結局は結局はチーク菓子って考えたら負けなんですよ、負けなんですよ。黒い剣は強いらしいので黒い剣を作ります。強くなりたいよねやっぱり。めっちゃ難しいこれ、剣めっちゃ難しい、まあいっかこれで、はい適当なわけじゃないですからね、剣ですえかっこいい、剣できました、剣です、剣といえば剣になります。次がなんかこの謎のクマさん作ります。余った紫でパワーありそうだよね、なんか特級呪物的なね、特級呪物感じたね今、そんな感じだった。はい、かわいいじゃん目、あやば、危なっ、あ危なっ、かわいいじゃん、目つけて、もうかわいい、ほらなんか謎の生物かわいくない、なんかかわいくない、結構可愛いお友達できました。もう型全部使っちゃったよ、使っちゃったからもうこの余った子たちは適当に、あ適当じゃないです、適当じゃなくてなんかいい感じのところにはめて終わらせたいと思います。はい星できた暗い星できた、これ水色のドラゴンも可愛いよね、いやでも結構300円分のさチークはできた気がする、いろんなものを学びましたね今回の配信で。皆さんもなんかこうね、説明書がないところから始まっていい一日でしたね今日は、はあ、いい一日だったな、
可愛いじゃん。え、可愛いじゃん。めっちゃメルヘンじゃない？ほら、もう可愛い。可愛くない？もうこれだけでいいよね。もうできた。可愛い。ピンクと水色って可愛いんですね。かわいい。キキララ的な、キキララのドラゴンユニコーンバージョンみたいな。キキララに出てくるよね、ピンクと、あ、ピンクとじゃない、ユニコーンいるよね。なんかできた。ユニコーン2代目。よし、終わり。ありがとうございました。あ、別に話終わんないんですけど、終わりました。うん、うん、はい、美味しいですよ、チューイングキャンディーだから。うん、うん、美味しいよ。美味しいよ、だってチューイングキャンディーだもん。ケン、結婚しないよ。うん、美味しい。ソーダ味、美味しいです。はい、美味しいです。こんばんは。え、美味しい、美味しい。美味しい、うん、美味しい。ペンギンはピーチソーダになった。でもさ、こんなさ、なんかうまく作れないよ。これはなんか、これは違う。こんな立体的に、これは違う。あ、模様つけるとかあったんだ。なんかつけてみようか、ペガサ。あ、なるほどね。なるほど、こういうことね。メロンパンみたいにしろってことだ。うん、リンゴ味。リンゴ味です。はい、うん、ね、ほっぺとかつければよかったんだ。うん、なるほどね。お友達、ブルーハワイって書いてあるけど、よくわかんない味です。おいしい。
落ちちゃった。なんかもっともっとさ、これあるんだよ、かけようか。これ何なんだ。あ、これでヒゲとかつけるんだ、動物のね。でもヒゲつける系のやつがない。うん、おいしい。あ、どうもありがとう、こんばんは。見て、まつげめっちゃ綺麗なの、わかりますか、まつげ。わかるかな、わかんないかな。えちご菓子お菓子だよ、もうお菓子禁止終わりましたよ、私1週間終わったよ。めっちゃいい感じだと思ってた、もっと早く言いなさいよ後出しじゃんけんだよそれ。ほらめっちゃ綺麗じゃない？イエーイ！めっちゃ綺麗なんですよ。あ、ごめんな。1週間って決めてたからね。無事終わりました。うんふん。こんばんは。お菓子やめた時のメリットあった？ありません。デメリットはイライラする嘘本当にストレスってことですね。なんか糖分足りてないなっていうストレス。メリットは特になかったかも。でももう頭おかしいくらい食べちゃってたから、なんかほどほどになった。本当におかしいぐらい食べたから、お菓子だけにね。でもなんかあれを機に、別にお菓子なくても生きれることが分かった。うん、でも多分本当になんかあんま体重とか変わんなくて、あんま食べても太んない体質なのかもしれないです、わかんないけど。うんうん、あ、どうもありがとう。そうなんだよね、コンビニでお菓子は買っちゃいけないんだよねわかる。あら、ありがとう。テルマガジン、
でも最近はレッスンとかあんまなくて、公演もないからやばいよね。筋トレしてるよ。何それ、コンビニの買ったらただになる。何それ、あとありがとう。え、そう、筋トレ再開しました。ラスト、え、好きなものは後に食べるタイプ。グレープ味だからね。あともありがとう。なんかプロフィールに好きな食べ物、甘いものって書いてるんですけど、本当はグミって書こうと思ってて、でもやめたの。え、ガツンとみかんグミをめっちゃ美味しいですよ。美味しすぎてココミンとみやびちゃんにお裾分けしたんですね、1個ずつ。そしたらちょっと微妙な反応されたで、美味しいな。あ、でもね、ココミンの味覚は素晴らしいと思いました。なんかあれ凍らせたらめっちゃ美味しいんですよ。さらに美味しくなるの、凍らせたら。で、ココミンが美味しいけど凍らせた方が美味しそうみたいな言ってきて、おー、分かってるねーって言いました。ビームとはよくお菓子交換するんですよ。なんか公演の時も隣座ってて、隣っていうか前に座ってることが多くて、制服の面多くて、その時にお菓子交換するの、一つずつ。大抵でも可愛いのがビーム、大抵いつもラムネ持ってるいつもラムネ系食べてる。ラムネ系が多い。それがまた可愛いよね。私ラムネ系あんま買わないから、私のグミをあげてラムネをもらうみたいな感じ。可愛いよね、ラムネあんまさ買わないから。すごい可愛くない、ラムネくれるの。そう、大抵あげる。で、ガツとみかんグミをあげてあげて、なんかヨーグルトのラムネもらった。美味しかった。久々に食べました。え、めっちゃ美味しいよ、ガツとみかんグミ。なんか周りがお砂糖っていうの、
なんか周り囲われてて中が固めの海なんだけどめっちゃ美味しい。待って、ミオさんも好きなんですか。めちゃくちゃそれやばい、めっちゃ嬉しい。それ超美味しいんですよ。まさかのミオさんも好きなんですか。めっちゃ美味しい。なんか好きなもの、好きな食べ物って共有したい派なんですよ私。だから好きな食べ物一緒だとめっちゃ嬉しい。あとちょっとじゃない、本当にあとちょっと。でもなんか、なんかさ、ロング想像できるよね。ほらほらほら、もうさ顔はそんな変わんないよね。あ、そりゃそっか。めっちゃ嬉しい。今日はももがいないんですね。いますよ。なんか本当にももがと一緒に映るだけでね10倍ぐらい可愛く見える。ももんじゃーん、ありがとう。本当に想像できる。こうやってやっただけでさもうロングじゃんね。ほらほら想像できるくない。ロングなんですよ。めっちゃ想像できるくない。めっちゃロングに見えません？めっちゃロングに見えるよ。ほら今これかこれってこと。これプレゼントでもらったんだ。いいでしょ、いいでしょ。絶対さこういうカチューシャあったら可愛いよね。発売してほしい。ほらもうこれモンガじゃんね。モンガ、あー危ない。こんばんは。おもんぎゃイエイ。ハチワレの仲間、うん、お友達みたいなもんだね。ありがとう、ありがとう。こんばんは。早く公演やりたい。公演やりたい。最近も音楽見るとさあと思い出す。素晴らしいよそれは。もうそういうの素晴らしい。なんかそういうの素晴らしい。最近出番少なめ、もう仕方ないね。どう？肩からモモンガみたいな。かわいいモモンガ。え、ねえ、サンリオキャラクター大賞さポチャッコでしょ今1位。びっくりした。そんな人気になったんだと思って。え、違う違う違う、なんか上からになっちゃった。違いますよ。なんかもうさ、え、ポチャッコって人気だなんだと思ってびっくりしました。悪い意味じゃなくて、悪い意味じゃないですよ、違くて、ポチャッコ私も好きなんですけど、可愛いから好きなんですけど、そんな速報で1位がポチャッコだと思わなくてびっくりしました。あとありがとう。え、私はサンリオはなんかあんま考えてないんだけど考えてないんだけど、でも
学校のバッグにシナモンつけてた。シナモン、やっぱシナモンかな。こんばんは。え、全然シナモンかマイメロかと思ってて1位。そしたらさ、マイメロさ全然さ5位じゃなかったよね。5位まで入ってなかったよね。びっくりした、びっくりしました。おじゃこってアベンジャーズで言うと誰ポジ。アベンジャーズわかんないな。わかんないな、アベンジャーズ。応援してる、ありがとう。真っ黒クロスケ、こんばんは。ほら、ありがとう。あ、そうなんだ。去年もそうなんだ。じわじわ上がってきてるんだ。すごいな。ね、ね、マイメロ、ね、ね、もう、こんばんは。あ、そういえばちいかわのお茶漬けを食べたんですけど、シールはウサギだった。まだいっぱいあるんだけど、一袋目はウサギでした。でもなんかちいかわお茶漬けめっちゃなんかご飯 80g にお湯 100ml みたいな、もうお子ちゃまサイズのお茶漬けだから2個使わないと足りない。なんかキラキラシールみたいなのついてるんですよ。そう、お茶漬けなの。そう、1個じゃ足りない。なんか最初1個でやってみたんだけど、私が普段食べるお米の量だと2個必要だった。2袋2袋。こんばんは。あら、ありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。ちいかわだけに小さめなんだろう。あ、そういうこと？小さくて可愛いお茶漬けってことか。今日可愛すぎ、ありがとう。ありがとう。ありがとう、今日褒めてくれる人多め。うれぴー、うれぴよぴよー、あ、どうもありがとう。なんかさ、なんかさ、ドラマ見てるとさ、なんかどれがさ自分の生活かわかんなくならない。なんかさ、これわかんないんですけど、私だけがわかんないんですけども、いろんなドラマを同時進行で見たりすると、なんか自分ってどの世界の人だっけってなっちゃうんですよ。入り込みすぎてるのかわかんないんですけど、特になりませんよって言われてるんで。ほら、本当になんか自分がなんかいろんなドラマの世界線に行きすぎて、どれが自分の世界だっけって最近なっちゃってびっくりしてるんですよね。だから起きた時とかにのたまになんか、え、どの世界だっけってなるの。なんか起きた時にドラマみたいになる。なんか不思議だよね。え、でも同時進行で見るくない？その時期のドラマ全部。こんばんは。え、そう、え、だからね、ドラマ、今もドラマ世界なのかなと思う。え、本当になんか、え、本当にダメなんだよね。わかんなくなっちゃうんだよね。わかんなくなっちゃう。わかんなくなっちゃう、もう。
もう本当にダメなんですよね。ピクミン、赤ピクミンは火に強い。サタン中二病の可能性ある？私の中の何かが目覚めようとしている。うう、私催眠術絶対かかんないと思います。催眠術やってみたい、やってみたい。いつかなんか何やりたいですかって聞かれて催眠術って言おう。絶対かかんないと思います。なんか信じてないもん信じてないもん。そういうところが可愛くて好き。こんばんは。そうなのかな。でもなんかドラマこうやって携帯で見てて、こうやって見てて、あの急に暗い画面になったりするじゃないですか。その時の自分の顔こんな感じ、もうなんかめっちゃ真剣みたいな、暗い画面になった瞬間にってなってるでもあるあるじゃないの？あるあるじゃない？サダン中二の時何に影響を受けた？やっぱり進撃の巨人かな。駆逐してやる、一匹残らず。こんばんは。え、そうなんだよね。もうこんな感じ。え、もうね、夜中もずっと携帯見てるから なんで自分が視力いいのか自分でもわからないです。もう目に悪いことばっかりしてる。あ、え、待って、グール、グールっていつだっけ。自分がいつの時にグール好きだったんだ。グール中2、小6か。進撃は中2って何見てたかな。え、でも中2って五等分の花嫁とか見てたんじゃないの。そのぐらいの時期じゃないの。わかんないけど心臓を捧げよう。え、もう本当になんかそのうち悪くなると思います。でもメガネがもう全然似合わないから、もう豪華キスでわかると思うんですけど全然似合わないよね嫌ですね。目はお父さんからの遺伝が強いみたい。全然パパに似てないです目。あ、形じゃなくて目、視力ってことか。いや、家族であんま目いい人いないな。突然変異ですかね私。こんばんは。もう目は完全にママなので。合格キスいまだにね、なんか見ないでほしい見ないでほしい。もう結婚しないにょん。え、そうなんだよね。だからいつ目悪くなってもおかしくないです。すいません。なんかもう私の中で21日は頑張っていっぱいファンサしようと思って頑張っちゃおうと思って、なんか足りない気がしてきた足りない気がしてきた。なんかね、足りないよね。なんか足りないなって思って別に今までもしてないわけではないんだけど、なんか足りないなと思って、ちょっと頑張ってみる。21に試してみる試してみる。で、なんかあまりにも DMM の写りが悪いとか、なんかあまりにもファンサイ集中しすぎて間違えるとかだったらやめます
やめます。はい、やめますね。なんかその今までなんかその曲の意味とか考え始めちゃうとなんかファンサーじゃないんだよね。だから違うなと思って違うなと思った。ちょ頑張ってみる予定、わかんないけど、いつも通りになっちゃうかもしれないけど。でもしてないことはないです。なんか絶対入ってくれたサータン推しの一人一人には絶対一回はなんかしてるはずだよ。絶対私のサイリウム振ってくれてる人は絶対見るよ。こんばんは。でもね、本当にね、今はまあ学ぶ研究生だからね。どっちにリス来たか分かんなかった。もうそれは自分って思った方がいい。それは自分って思った方がいいと思う。そうなんだよね。じゃあ何が正解か分かんなくて今。何が正解か、今何の世界にいるのか分かんない。最近本当になんか分からない。だからもうお医者さんのドラマとか見てる時期はもう自分がお医者さんの気分になるし、なんかこの間までは弁護士さんのやつ見てたから、もう自分は弁護士なんだみたいな世界線で生きてます。カメラ目線はなんかあんましちゃダメなんですよ。だから研究生公演はねって最初に言われたから、それ続けてるんだけど、どうなんだろうね、わからない。そうそう、なんかもう感情移入する最近、はい、さきちゃん後ろのぬいぐるみは何？サラちゃんだよ。後ろはモモンガちゃんだよ。サラちゃんね、サラちゃんって言います。サラちゃんって言います。あとありがとうサラちゃんです。あ、どうもありがとう。ピカピカありがとう。でもなんかなんかさ、法廷のさドラマってさ、大体さ弁護士側が主人公じゃないですか。でさ、検事がさ悪い人みたいにさ映ること多いじゃないですか。かわいそうじゃないですか。確か検事の方がなるの難しいんですよね確か。一回調べたことある、どっちの方が頭いいのかみたいな。まあ一括りにしちゃいけないですよ、頭いいみたいなね。違いますよ、そのなんか狭き門なんですよね、検事の方が。そうだから、それを見ると、そういうのを見るとなんかいつも検事側が悪い人風なのが良くないよなって思う。弁護士さんばっかりだよ。こんばんは。二度目ありがとう。裁判官。あんま見たことないかも。一回ぐらいしか見たことないかも。裁判官のドラマ。ヒーロー見てたよ。こんばんは。こんばんは。あ、そういえば小説なんか、でもやっぱさ、小説って言うとさ、みんなさ東野圭吾さんだよね、やっぱりサスペンスって言うとね。だいたいみんな東野圭吾さん、あと湊かなえさん多かった。でもどっちも読んでるんだよなと思った。だから好みが一緒だねっていう話になりました。よー、テレマコシー。
いつもありがとう。どうもありがとう。N のためにさ見てないんだよね。絶対見た方がよかったかな。なんかママがドラマ見ててすごいいいみたいに言ってたんですけど、なんかその時ドラマ見る気分じゃなくて見なかったんですよ。見た方がよかったかな。面白い。デリマカシーン。白い巨塔って日曜劇場見てないな。難しそうで見てないんだよね。面白いですか。面白い。リバース、リバースはサダのおすすめはリバース。面白い。てかリバースはあのドラマの主題歌がもうなんかめっちゃ頭に残る。わかりますか？リバースの主題歌めっちゃなんかあれの曲聴いただけでリバース思い出すんですよね。ハロありがとう。あ、そうなの？あ、待って、 N のために見たわ。最愛を見てないんだ。最愛見てなくて N のためには見ました。こんばんは。 N のためにってあれだよね。見たわ。こんばんは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 。サイレント見てない。サイレントってあれだよね、結構最近のやつって見てないんですよ。一昨日ぐらいにミオさんが最愛見たって思う。え、待って、ミオさんと結構好み合うのかな。ミオさんもそういうドラマ見るの。おすすめ？本当？おすすめ？おすすめ？最愛を見終わったらしい。本当？住みたい気持ち高まる。かわいい、ありがとう。こんばんは。てかそういえばなんかあれ終わったんだね。牛乳とお茶終わったんだね。牛乳があんま来ない。アンチヒーロー見てるよ。面白いよね。いろんなドラマを見て並行してみてたらごっちゃに、話ごっちゃになる。だからそれで自分の世界もどれか分かんなくなっちゃうんですよ。そういうこと、そういうことなのよ。あ、そうもありがとう。ありがとう。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。テレマカシー、テレマカシー。
もう本当に分かんなくなっちゃうんですよね。でもいい意味、いい意味かな。同じポップコーンだと交換できないけど、それでいいの？え、一緒に食べるんじゃないのかな。急に話戻るじゃん。急に話戻るね。ドラマの話したのにさ、急に急に戻ったね。こんばんは。 FJK に見えます。 LJK なんです。でも割と最近まで FJK だったんですけど。星ありがとう、初もありがとう。なんでインドネシア語なの？インドネシアの方がね、見に来てくれるんだ。テレマカシー、いつもありがとう。はーい。 JFK には見えません。どういうこと？何 JFK。 本当にたまに変なこと言う。たまにっていうか8割ぐらい変なこと言う。わかんない、わかんない、わかんないな。国際的なんですよ。国際的チャンネルにしていこうと思ってて、はい。大統領？あ、そういうネタね。ちゃんと格書きして。ちゃんと格書きして、その大統領のジョン・F・ケネディだよって格書きして。わからないからね。どうもありがとう。最近海外の方多いぬ。犬多いぬね。グローバルチャンネルを目指してます。てかもうグローバルなんですよね。え、ほんと髪伸びた。なんかもう伸び伸びた。めっちゃ伸び伸びたでしょこれ。こうやってやったらもうさ、もうここまで来るよ。めっちゃ伸びたよね。あとありがとう。ロングのやつまたやって。こうね。めっちゃわかるよね本当に。これ結構天才だと思う。これロングにしか見えない。ほらすごいよね。ロングです、これは。もうほら、え、もうロングじゃんこれ。ロング、はい。伸びるの早いんだよね髪の毛。なんか前髪ももうすぐ伸びる、すぐ伸びる。かわいい、ありがとう。結婚しないよ。あ、ほんと？なんかロングの方がいいの？みんなロングの方がいいんかい、いいんかいにゃ。ありがとう。ロングの方がいいんだって。ありがとう。頑張って伸ばすね。ロングまでも行かなくとも頑張るね。マネージャーさんに言われない程度で伸ばすね。伸ばすよ。あつおもありがとう。あつおもありがとう。あつおもありがとう。え、でも長めならいいって言われてるんですよ。長めの肩ぐらいならいいって言われてるから、まだ全然肩まで届いてない。ここら辺までいけるんだよね。肩までいいって言われてる。全然まだまだ伸ばす余地あり。どうもありがとう。ありがとう。あ、どうもありがとう。
何センチだろうね。もうダメだ、こっちじゃない、やばい、ももが落ちちゃった。全然いけるよ、まだまだ。ここでしょ、こんないける、全然。そうだね、じゃあ13位。今日の夜ご飯当てるね。もう食べたでしょさすがに。13位、カレー。12位、うさぎさん。11位、ドラゴン。10位、ラーメン。10位、あ、じゃあ9位、チンジャオロース。8位、魔法使い。7位、オムライス。6位、煮物。煮物。5位、ボブクッキー。4位、魚。焼き魚。サラと一緒、焼き魚じゃない。3位、焼いてない魚じゃない。焼いてない魚。2位、鶏肉。1位、豚肉。豚肉なんじゃないのって。どうでしょう、豚肉なんじゃないの、どうなの。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。どれもかしー、どれもかしー、どれもかしー。あ、当たったらもうこの上で、上。え、本当に5月1日までで、5月1日までなんですよ皆さん。大丈夫ですか、忘れてないですか、忘れてないですか。5月1日までです。11日と12日は忘れてないですか。ポリスですよ、ポリスですよ、ポリスと合格キスですよ。忘れてないですか。パスタ食べたの？それはもう豚肉じゃん。正解。忘れてないですか？通所。初めての通所ですよ。初めての通所のポリスですよ。ポリスですよ。初めての通称合格キスですよ。劇場でいつも着てる合格キスですよ。いいんですか、いいんですか、いいんですか、いいんですか。声はやめましょう。もう来たら声が始まっちゃうかもしれないんですよ。始まっちゃうかもしれない。
めちゃくちゃ魅力的だけど仕事ない。仕事なの私より仕事なの仕事と私どっちが大事なの。仕事ですよね、ごめんなさい。あ、どうもありがとうございます。でも本当に本当に目原じゃないんですけど、本当に来てください。来てほしいです。普通にだってツーショットでさ誰もさ来てくれなかったら悲しいじゃないですか。ゴブはありがたいことに完売させていただいたんですけど、7部もしかしたら0人かもしれないので皆さんお願いします。本当に本当にお願いします。本当にお願いします。どうもありがとう。もうまだまだ、いやもう時間はないですよ。5月1日なので、もう気づいたらなくなっちゃうかもしれない。いいんですか、いいんですか、他の人が私と恋はやめましょうしてていいんですかいいんですか。わかんない、何を思ってるか知らないんですけど、多分全然あると思います。全然あると思う。だからぜひお願いします。お願いしました、お願いしましたよ。ぜひ会いに来てください。お願いします。また A した